久々ですね。多分グアム以来ラウンドは出てないほい、うん、半年経ってるんですよ、うんね、それはさぞかしあのインスタグラムを見てる限りでは上手くなってるのはではないかと。いや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 、想像したら波がある。波があってグアムの時よかったんだよな。よかったよかったよ。だってベスト出したもんね。そうそうそう、そうだよね。でもその後も更新してたじゃん。またそう、2打更新。今は86になりました、レディースから。すごいよね実はですね、ここ太平洋クラブ御殿場コースなんですけど、かなり久々に来ました。はい、理由は、うん、なんとこちら今、うん、大改造中です、うん、改修工事が入ってて、うん、もう御殿場生まれ変わります、うん、なんとバンカーも60個台だったのが80個台に、うん、やばいね。なんと20個増えたでさらにもうティーグラウンドの位置とかもすごく変えてると聞きました。まだね全然修理地がたくさんあって、はいはいはい、そういう状態なんですけど、撮影して、うんまあ、これだけ変わるぞと、うん、その予兆をね撮りたいと思いますでは皆さん、はい、改修中の御殿場ぜひ見てください。ティーグラウンドも全部変えた。はい、お張り替え、張り替えしました。ティーグラウンドがふかふかしてますね。そうだからまだちょっと芝が馴染んでないっていうか、ふかふかっぽい感じ、はい、あ今んとこそんな変わりは。そうですね、ただ右1つあったのが今2個になります。あれ2つになりますか。はい、1個だった。あれ1個でしたっけ。はい、1個だったんです。でもあれも全部、はい、あの修理地ってことですよね。そうなんです、はい。おー、周りも修理地になってますので、そろそろ言います。はい、はい、ではよろしくお願いします。お願いします。うん、ナイスショー。完璧や、完璧や、完璧。いやー、よかった。朝一グー、朝一グーはい、ここも少しあのレディースも大きくなってきてます。おお、確かに。的にあのここがね、立ち位置がね、女性が結局多くなってきてるんで、お客様もちょっとちょこっと取ってつけたようなティーが多かったんですけどね。へえ、女性のお客様も増えてるので、レディースティーもでかくなりました。今日は涼しい頑張ります。頑張ろう、お願いします。あ、痛いだ。大丈夫、多分ね、池まで行かないですよね。池、はい、OK 朝一だから。結構上げてる。あそこのバンカーは変わってないです。あの形は変えました。あの深くなってます。深くなったんだ。はい、下から入ったけど、お、なんか調子いい、調子良い。なんとここフェアウェイだったのにラフになるそうですよ。狭くなってるフェアウェイが、池と花道が。第2打、林から綺麗に出して。大丈夫かな。大丈夫。うまい、結構うまいじゃん。え、めっちゃうまいよめっちゃピンだよ、めっちゃピン。狙った通りにいった今ねえ。なんとこのバンカーは深くなったらしい。深くなった。うん、やっぱ形変わってるんだね、全部のバンカ ー、フェアウェイが狭くなります。あ、なので皆さん狙いどこには。本当に狭いね。そうだから、わかる。こういう景色になりました。難しくしたんだろうね。スライス、そうですね、そんな切れないと思います。そんな切れないですか。はい、はい、早いは早い。うん、でも逆目なんですよね。逆目、はい。いい感じ、いい感じ、いい感じ。本当だね、スライスで読んでたらそんなことなことになってた。どうした。おー、2番ホールは池が大きくなって、右側のバンカー1つが2つになったらしい。おー、狭いね、狭いね。グリーン奥にバンカーがあったんですけど、はい、それがなくなりました。おー、
200ヤードで一気に入ります。完璧や、完璧や、完璧や。これで200ヤードってさ、うん、普段どんだけ力入れてる。いい、めっちゃ力抜けてる。いけ、狭くなっ、でかくなってるからね。レディースからだとさ、あれだね、池が見えなくてちょっと難しいね。お、うまーい、完璧じゃん、ドローじゃん、ドローじゃんか。ゆっこの2打目です。ティーショット飛んでます。飛距離が伸びてます、昔より。ここはマネージメントだね。ピンがちょっとバンカーの上に切ってありますから。お、うまいじゃん、ゆっこうまいよ。ちょっとあの飛びすぎですかね。でもナイスナイス、ちょっと距離があるね。ありがとうございます。まあ、距離感ですな。出てそうだけどそんなに速くなさそう。うん、弱いんじゃない、弱くないか。弱いよ。曲がってください。まあ、やったけどね。まあ、惜しい。ナイス。ナイスボギー。あ、これ左バンカーなかったんですか、はい、この左バンカーが増えた。はい。なんかバンカーが 1,2,3,4,5,6 個見えるね。右の奥は新しく作ってた。右奥は新しい。はい。で、左が、はい、あの手前はあったんですけど、あそこが小さくなって L 字型にあったんですけど、うんうん、奥がなくなって左側だけに。へえ。位置が変わってます。なんかバンカーがとにかくいろいろ変わってる。うん、ティーグラウンドが前結構左向いてたんです。そうなんだ。もうなんかね、これ ね、 あのね、左に呼ばれるんだよね。すっごいレディース綺麗になってる。四角くなってでかくなった。そっちね、呼ばれるの、ゆっこ。大丈夫、1回目だね。1個目、ちょっと伸びてますね、ラフが。無理か、無理だね。に行っちゃったよ。うん、ナイス。バンカー完璧や。お、いいとこ。いいとこ。いいとこ。よし、こっから。いいとこ。後ろちっちゃかったな、今。ゆっこのバーディーチャンス。どうだろう。あー、でもナイスパー。ナイスパーよ。ナイスパー。うまくない？やった。な、何その今の新しい。右いっぱいでいいと思います。右ね。はい。ここ、そう。ちょっと錯覚を起こしますね。あるんですけど、多分そんなに落ちないと思います。はい。まあ、右いっぱいって言ったけど出だしから。ナイス距離。ね、ライフメニューを見ますよね。ナイス距離。なんと花道が増えて池が小さくなりました。キャリーさん170で行くかな。170で風がこもってるんで。おー、狭い。170でちょっと大きいかもしれないですね、キャリーで。あ、そうですか。じゃあ4遊で。4遊、はい。今日はティーグラウンドがすごく後ろです。これプレッシャーあるね。ある。
これプレッシャーすごいわ。絶対左引っ掛けたらダメなやつ。うん。あー、ダメ。ダブったー。ぼちゃん。前行きます。いいよ。でも超えてるから全然問題ない。でかい。でかい。ワンダーアイアンでもいけるのかな。いけるね。ちょっとユッコホールです。ちょっとゆっくはオーバーだった。な。な。ちっちゃい。まあ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 。これは中に。これは打てないらしい。今日はね。今日はもうね、修理地だからしょうがないです。どうした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 。悪くないよ。あーすごいボギーナイス